綺麗だね。海は綺麗だね。おお、うわあ、これか。いきなりは無理。いたぞ、ウツボ。あの国は。よし、キャピー。今日からこの海の国だな。よし、海の国の。あ、犬がいるよ。探しまくるぞ、ワンちゃん。さあ、ワンちゃん。さあ、どこだ？教えてくれ。まず第一号にしてあげようじゃないか。今日のね、今日の第一号だよ。パワーブルだね。ここら辺じゃないか。今掘ってるぞ。あ、それか。あ、ここだ、ここ。おい。コインでした。とにかくワンちゃん探してくれよ。さあ、じゃあどこに行く？ついてくれよ。まだいっぱい探せる場所あるでしょ。あれ、あっちやんの。お、怪しいところ発見したか。ナイス。違うんかい。さあ、ここだな。見つけた。さすがに。ナイス。本当に見つかった。ビーチで見つけたワン。でもここなんかキラキラ言ってたから。いいね。サンキューワンちゃん。あそこの上にもあるよ。オッケー、ナイス。キャッチ、パラソルの上。これで取ればパラソルの上関係ないね。ほんとだね。あそこ穴の中に水があるから。ほんとだ。よし、これで行くんだな。いきなりパラソルの上取っちゃったけど、あれだ。ふい、見えてます。さあ、ここですね。オッケー、オッケー。風穴を上がって。風穴っていうのか。お、マリオいる。やった。ということは回復コインだね、コイン。さあ、この海の中にもたくさんあるだろうから、取りに行こう。本当だ、あれ取ってないね。これ下に行けないのか。よし、下はプクプクだな。プクプク。この穴だな。うん、この穴行ってないんじゃないか。おお、すごいすごいすごい。洞窟発見。オッケー、パーム発見。ナイス。抜け道を泳げば。いや、なるほど、ここは抜け道だったのか。綺麗。あ、見て。すごい、そこだよ、まさに。スフィンクイズがいる。ここ深い。やってないな、スフィンクイズ。ここめっちゃ深いなと思って下潜ったらいたよ。よし、ここら辺探索してないぞ。何ここ。わー、光ってる。あれ、怪しいな。動画に。どこかに行け。スフィンクイズしないのか。この姿じゃしないのか。どうだ、スフィンクイズ。俺と一緒やるか。さあ、どうだ。旅人とそれにともする帽子を我が問いに答えてみよう。ズバリこの地の名前は。ドレッシーバレー。ダイナフォーロストドレッシーバレー。シュワシュワ。多分シュワシュワなのか。ダイナフォーロストは絶対違うな、うん、じゃあ、じゃあシュワシュワなんで。押すよ。正しき答えを持つ者よ、奥へ進むが。よい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 よ。穴が開いたら海の中。あ、ちょっと待って、息ができるかわからんな。なんだった。どこかに行け。お前はプクプクだな。どこかに行け。めっちゃ攻撃する。私は人間にしか興味がないのだと。帽子ね、帽子にしか。帽子かぶってるよ。ここすごいね。やった。あれ、水の中だ。おお、空気もちゃんとあるぞ。これはお宝発見。イエーイ。パワームーンだね。スフィンクイズの水没倉庫、綺麗だね。スフィンクイズに倉庫があったのか。綺麗。しかし、スフィンクイズパワームーン以外何もないじゃないか。本当だ。倉庫の意味ないね。ここにずっと息できる。よし、ここら辺をもうちょっと探索してみよう。まだ知らないものがありそうだ。種。種じゃない、まさかの種。持っていかないといけないんだな。どこにあるんだ種。とりあえず種を持って行くしかないのかな。わー、これ結構大変。ああ、虹色。ここ多分キャピーだな。後でにしよう。あ、やっちゃった。やっちゃったよ。出ちゃったよ。出ちゃったよ。本当だ。深海の岩だな。やりました。さあ、息は続くのかい。あれ、オッケー、息はね、戻るみたいだね。パワームーンで、よかった。パワームーンってすごいね。何でも回復する。いっけい、キャピー。あの上に種を植える場所がいっぱいあるんじゃないか。あった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 。え、でももう生えてるよ。いや、まだあと4つもある。あ、ほんとだ。あ、キックナイス。さあ、これだ。イエーイ、ゲット。前植えたやつがゲットできた。咲いた入り江の種。よし、これは入り江の種みたいだ。種、オッケー。危ない。あ、種発見。丸見えだね、あのパワーム。あ、本当だね。普通はこう。どういうことだ、あれ。丸見えだったね。まずあの丸見えパームをもらっておくか。丸見え。全然分かってなかったみたいだけど、普通に見えてますよ。よし、ゲット。探索水中アイウェイ東。遠くから見たら丸見えだった。これはラッキーだった。よし、着いた。さあ、あと一つだな。あ、おー、パーム。 あ、蹴る蹴る。え、蹴ってくれるの。蹴ってくれる。減るんじゃなくて、たまたま当たったんじゃない。いや、このスフィンクイズの穴はすごいぞ、本当に。探索。おっ、あったあった、穴だ。この穴が怪しいぞ。
これは見逃すわ。あ、なに、ほうほうほう、下もある、下にも行けるぞ。迷路みたいになってると思ったらすぐ着いた。大開口の隙間、ナイスな隙間でした。プクプクで泳ぐのが気持ちいい。俺はプクプクじゃないと無理だな。プクプクで泳ぐの気持ちいい。早いからね。で、ここ魚がすごい、すごい魚の量だ。魚いっぱい、魚魚魚いっぱい、魚いっぱい、魚魚魚なんで一緒に歌ってんだよ。スフィンクイズ。いや、たまにはスフィンクイズじゃなくてスフィンソングもいいかなって。何言ってんの。顔見せて、顔見せて。いやいやいや。なんだスフィンソングって。気をつけろ。あ、ここなんか穴みたいな。これ何、これ違うんじゃない。これちょっと違うけど見つけたな。おお、これは 2D マリオになるやつだな。行ってみよう。おお、今のうち急いで行くタイプ。あれ邪魔邪魔邪魔、プクプク邪魔。これ 2D マリオでさらに行くの。急げキャッピー。なあ、もう一回やればいいのかな。そうだね。これ何回でも行けるのかな。さっきプクプクが邪魔でできなかった。プクプクちゃんがね、邪魔してたからね。よし、これなら行けそうだな。行くぞ、ここは普通に動けるんだ。さあ行こう。さあここでジャンプジャンプ、オッケー。海の国でチクタクアスレチック。あ、これチクタクアスレチックだったのか。1だって。1か、なるほど。よし、ここら辺もまだ探索しがいがありまくりだな。さあウツボを探そう。おお、光が綺麗。ここだけ光が差し込んでたんだね。怪しい穴を発見。おお、上に行けると。おお、なんだこれ、なんか違うけど。お、あ、やった、これはコインです。やったやった、行きます。ここはわからんわ。綺麗だね、海は綺麗だね。お、うわー、これか。いきなりは無理。いたぞウツボ。いきなりは無理。ちょっと待って待って、パワーがないパワーがないパワーがない。誘い出してからだ。あーあー。まだよ、一回来てから。よし来た。さあゴー。どっか探る。あったあったあった、横に入れる。オッケー。こんなところにあったのか。ねぐらをすり抜けて。いやー、これは危険なミッションだった。危ないよ。あった。無理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 。噛まれてないのにね、横からでも当たっちゃう。コイン回収。いやー、恐ろしいなここウツボ。怖っ。ほんとに。オッケー。危ないな、確かに。危ない、危ない、危ない、危なすぎる。いすぎ、なんか途中か。刺さる、危ない天井の下で。刺さる寸前。多すぎ。危ないよ、本当に。なんで、あのワカメちゃん。ワカメじゃなくて、昆布じゃん。昆布ちゃん。あそこ音符ブロックある。あ、音符。じゃあ、あれだな。ダメなやつだったな、これは。外れ。外れもあるみたい。よし、プクプクにキャプチャーすればいいんだな。近くにいた。いっぱいいる。すごいことだ。めっちゃ見てる。いっぱいいるんだけど。しばらく。難しそうだな、これ。おお。わぁ。あれ、靴。手分けして取るしかない。さあ、こっちを取れる。オッケー。これ二人でやるとめちゃくちゃ簡単だな。なんで取ったことになるんだろう。分担作業です。よし、全然パーム取ってなかったから。海中と音符集め。オッケー。じゃあ、あの真ん中にもう見えてる場所あるから無理やり入ることある。うわー。オッケー、来ました。おピーチ姫。こんなところにいたんですか。大きなグラスが夕日の反射で輝いて綺麗だわ。ロマンチックだね。そうですね。噴水と一緒にどうやって見つけたんだ、こんなすごいやつ。海の国でピーチ姫。ありがとう。まさかここにいたとはね。そうだ、雪の中で暮らしている国は活気にあふれて楽しそうだったわねって。もしかしてその格好で行っちゃら、行っちゃら、行っちゃら、行っちゃらダメですよ。行くわけないだろ。ゲイ、この中にも見つけた。パム。大きい、ね。うわ、ちょっと深いね。でも大丈夫だね。お、あれ貝が発見。グラスの中で光るもの。よし、貝がもう見つけたな。行くしかないだろう。あ、これはなんだ。あれだよな。うん、うん、あれだ。あれだ。ダイナ。最初の場所、ダイナフォーだな。やったー。俺の大好きなダイナフォーだ。なんで好きかって。そう。音楽がいいんだよ。フォー。なんなのそれ。さあ、ここで撮ってないの？撮ってるよ。撮ってるし、来てるし。どうやって撮ったの？おー、滝の国。そういえばここにさ、お宝のヒントを見るってあったよね。あ、確かに。ついでに行ってくるか。ようこそダイナフォー。もう来てた。というわけで、
どうやらここはもう取ってたみたいだね。なんでじゃあ、あの横にあるやつだな、落ちないようにギリギリで落ちて、ギリギリで落ちて、落ちないようにギリギリで落ちてどういう意味下を見てちゃんとね。おお、ここだな。これで合ってるのかな。合わせて、ちゃんと合わせて。おお、いいね、いいね、いい感じで。やった、取った。やった、グラスのワンポイント。いや、ワンポイントいただきました。もうワンポイントなくなりました、これで。水たまりだ、これだ。オッケー、めっちゃ光ってる。すごいキラキラ。やりました、見つけましたね。紫外線がすごいすごい。日焼けしそう。波の忘れ物。波、すごいね。ここに波が来て、ここの中に忘れてたけど。おお、危ない。見えたんでいくか。難しいけど、この月のかけらどうか。これが難しいんだよね。うわぁ、なにこれ。あ、クッパのとこに来たぞな。ピキピキピキ、横行けそう。ついて爆発させるのか。そして何をするんだこれ。爆弾で、あ、あそこあるよ、なんか光ってるの。そこに爆弾を当てて壊すみたいだな。どうにかしてそこまで爆弾を持っていかないといけないんだな。さあ、どうやってあそこにぶつける。そこから、うわ、そこから撃ってこうだ。それかこうか。ああ、オッケー。あのジャンプ台の下を壊せば落ちるんだ。浮いてる。よし、これでジャンプさせて、ああ、そういうあの牢屋を壊すんだな。オッケー、あと1個あと1箇所壊せば。よし、入ったよ。まず1個目パワームね。うん、じゃあここ2つあるからね。お、どこある。帰るとこか。ついて狙って、多分そうだね。安全に帰る方だね。うん、まあ今からの安全じゃない方に行くから。安全じゃない方、こんぐらいか。おお、どんぐらい。ピンボール。お、おおおおおおお、やったー、すごいゲット。すごい、よく穴当てられるね。あ、ちゃんとここまで戻ってきてくれるのね。ついて転がして。やったぜー。ついて転がして。難しかったね、ここは。ミニゲームみたいな感じでした。別ゲー、別ゲーだ。よーし、とりあえずね、今回も海の国でいっぱいパーマ集めてきたんで、次回も集めていきたいと思います。それじゃあ、アナケナカルちゃんのスーパーマリオデッセイ、次回もお楽しみに。面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしく。他にもたくさん動画があるんで見てください。いいね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。いいね。